山口達也、アルチューポケモン。2年の自粛生活を経て復活する計画を立てていたが、飲酒事故で全てが台無しに。もう一回自粛だどん。そのもう一回多分死ぬまで。彼はね、ただただお酒の恐ろしさを世の中に伝えたいだけなんですよ。だから沢尻エリカ、ドラッグポケモン。違法薬物がバレてしまい、女優業が廃業した。男子中学生は大興奮。ブツをブラジャーに隠していた。担当した警察官が羨ましい。うん、失礼。高畑優太、腰振りポケモン。ガチガチの性犯罪者で、もう救いようのないポケモン。清水文香だけは分かっていた。この人はマジでヤバい人だと。もう今見るとすごい図だなこれ。ヤバい人にヤバいって思われちゃうんだから、ほんまものヤバい人やで高畑さんは。田代まさし、覚醒ポケモン。何度逮捕されようとも何度でもメディアに戻ってくる。何度どん底から這い上がっても自ら振り出しに戻るスタイル。好きなんだよ刑務所が。マイホームなんだよ。もうそっとしといてあげて。西内マリア、超のポケモン。顔よし、歌よし、スタイルよし。火の打ちどころのない女優だったが、社長をビンタし追放される。正直社長が羨ましい。もうご褒美だろ。なんで追放すんだよ。落とし失礼。吉沢ひとみ、ひき逃げポケモン。かつてはおまけに並ぶほどとても人気があったアイドル。ママタレとして活躍していたが、バカタレになってしまった。誰がうまいこと言えと。もう本当に昔はね、可愛くて人気あったんですけどね、非常に残念です。クマムシ、冬眠ポケモン。何か犯罪を犯したわけではない。不倫や事故も起こしていない。特に何もしていない。何もしていないのに消えたのだ。それ以上はやめてあげて。もうただの一発屋だったんです。ベッキー、デス不倫ポケモン。幼少期から積み上げたキャリアは不倫により全て崩れ落ちた。その後プロ野球コーチと結婚。末永くお幸せに。もう二度と不倫すんなよ。一度落ちたら二度と同じ位置までは這い上がれない。高ければ高いところから落ちるほど深い深い闇へと吸い込まれていくのです。おーほほほほ。